観葉植物を植え替えようと思います。こっちはシンゴニウムがめちゃめちゃ長くなってます。こっちはステレオスペルマムがかなり大きくなってます。これを鉢は2つ買ってきました。この鉢に植え替えたいと思います。今回は二回りぐらい大きな鉢に植え替えます。直径が 35.5、5か6ぐらい、高さが31センチ、ミリオンは観葉植物の植え替えの時に土に少し混ぜてます。1割って書いてるけど結構高いので1割は混ぜてません。根腐れ防止です。ちょっと真夏なのでこれは根鉢を崩さず、底石だけちょっと崩して植え替えようと思います。根っこも比較的綺麗そうなのでこのまま植え替えます。あとはしっかり土入れていきます。回しながら入れていくと土が均等に入ると思います。鉢が黒になったのでかなりイメージが変わりました。少し上を剪定していきます。ステレオスペルマムをかなり短くカットしてます。今この植え替えた状態でこう新芽がついたままだとどうしても新芽のところまで水をあげよう、吸い上げようとして体力使います。なので今はちょっともうカットして根っこが新しい土になじむように早く根付くように新芽を切ってます。で今8月でまだまだ暑い季節なので観葉植物は一回り一回り秋にかけて大きくなると思うので今剪定してもまた秋には結構大きくなってると思います。なので次剪定する時は冬室内に取り込む時に剪定したいと思います。今植え替えてしばらくはちょっとお水やりして明るい日陰で養生します。冬までにしっかり根付かして冬の寒さ乗り切るために、しっかりした株に育てていきます。これはここから、シンゴニウムだけを取り出したいと思います。シンゴニウムの根っこを取っていきます。ビットニアがちょっとかなりやばそうですけど一応残します。これもビットニア、これも残してみます。アンスリウムとの間がめちゃめちゃここですね。ここでこっちは直径が21センチ、高さ42センチの鉢です。かなり縦長の鉢です。下の方の根っこだけ切りして長すぎるのだけ切っておきます。これもちょっと長すぎると負担がかかるので一旦カットしておきます。またすぐ伸びてくれると思います。植え替えてから2週間ぐらいは経ちました。根っこもきっと落ち着いてきて、ここ切ったところから脇芽が出てきてます。外の明るい日陰に置いてます。午前中は結構日が当たります。土もこんな感じで湿ってます。雨の日が多いのでまだ1回ぐらいしか水やりしてません。植え替えたので水持ちもかなりいいです。表面にこんな家にあった石を引いてみようと思います。ちょっとお水やりの時に石どけて土の色見ないとですけど、表面が土じゃなくて石とかチップとかだった方が綺麗かなと思います。2週間ぐらい経ちました。植え替えて排水性が良くなってるのはそうなんですけど、保水性もアップしてます。2週間ぐらい経って新芽も出てきて落ち着いてきたら保水性もアップしてるので、水やりは控えめに戻したいと思います。お家で育ててる観葉植物の枯れてしまう原因の7割くらいはもう水のやりすぎって言われているくらいなので、9月中旬とかぐらい夜の温度が下がってきたぐらいからは秋の水やり、またちょっとかなり控えめに変えていきたいと思います。と私は普段9月10月前半ぐらいまではたまに液肥を与えてます。今回でもこれ植え替えたのが8月ですぐに液肥が必要かっていうとそうじゃないと思うんですけど、新しい土に変わってるので保肥力肥料を土の中に持っとける力もアップしてるので、そこまで液肥で足す必要はないかなと思うんですけど、あんまりこう葉の色が発色が悪い時とかは即効性のある液肥をたまに与えてます。植える植物にもよると思うんですけど、この肥料入りの培養土って書いてるのにいつも植えるんですけど、うまく肥料効いてないなとかいう場合は液肥で補うといいと思います。まだ今気温があって観葉植物植え替えられるシーズンです。観葉植物長い間植え替えてないなっていう場合は植え替えてあげて、冬までにしっかり根付かすといいかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。アンスリウムとペペオニア、めっちゃちっちゃいけどフィットニアが残ってたのでフィットニアと家にあったフィットニアも一緒に植えます。ちょっと今葉っぱの色悪いので落ち着いてきたら液肥とかあげて灰色が良くなるように頑張って育てます。小さなフィットニアもここに入れました。こことこっち側に入れました。これはおまけで植え替えたフィットニアとペペロミア、アンスリウムです。めっちゃちっちゃかったフィットニアも元気に根付いてくれてます。こっち側も